誌が報道、デイビスはオリオールズとマイナー契約に合意。オリオールズが JD デイビス内野手とマイナー契約を結ぶと7日、日時間8日にニューヨークポストのジョン・ヘイマン記者が X、旧ツイッターで伝えた。デイビスは先週ヤンキースからリリースされたばかり。今季はなんと4球団を行き来しており、ファンからは大いに残念なシーズンだと同情の声が寄せられている。デイビスは昨季途中にジャイアンツへトレード移籍し、49試合で打率263、8塁打、オプス857を記録。オフは年俸690万ドル、10億1100万円を要求したが、球団の650万ドル、約9億5000万円と隔たりがあり、最終的には年俸調停まで進み、デイビスの主張が通った。しかし、直後に悲劇が待っていた。ジャイアンツは大型三塁手のマット・チャップマンと契約。定位置を失ったデイビスは、直後にリリースされ、結果として、ジャイアンツからの支払いは、解雇手当の約110万ドル、約1億6000万円のみになったという。その後、開幕前にアスレチックスと契約を結んだが、右内転筋の負傷で離脱するなど結果を残せず、6月17日、同18日にメジャー出場前提の40人枠を外れる DFA となり、その後ヤンキースへトレード移籍した。しかし、東の名門ではロースターにはいたものの7試合の出場にとどまり、打率105、0塁打、オプス385の惨状。8月2日、同3日にリリースされ、実に今季4球団目となるオリオールズに7日、同8日、移籍することになった。米最大の移籍情報サイト、トレードルーマーズによると、契約金の残りはヤンキースが支払い、オリオールズの支払い額は、ロースター入りした場合に、最低保証年俸を日割りした分だけだという。同メディアは、彼にとっては、間違いなく厳しい年だったが、オリオールズにとっては、マイナー契約であるので、賢明な賭けと言えるだろうと言及。チームは故障者が続出しており、デイビスが調子を取り戻せば、低コストでオリオールズの問題を解決するかもしれないとした。今回の契約を受け、ファンからは、彼にとって大いに残念なシーズンだ。チャップマンの契約によってデイビスは、肖像類種から転げ落ちた、年俸調停に勝利したが、空虚なものとなってしまったなどと、不運な一年を送る31歳を同情していた。フルカウント編集部。